さあ続いては森口電話訪問のコーナーです。今日は大石修二さんとお電話がつながっています。大石さん、はい、こんばんは。お待たせいたしました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今大石さんは何をされていた時間ですか？そうですね、ケーキを作ってます。ケーキ、はい、それはあのなんかこうクリスマス的な感じの、チョコレートケーキなんですね、はい、あ、そうなんです。大石さんは実は喫茶店を開店されたばかりということなんですよね。はい、いつですか、オープンは？はい、昨日オープンされたばかり。そうですね、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。あ、じゃあその喫茶店であの手作りのケーキを出されているということですか？そうですね。他にはどんなあのメニューがあるんでしょうか？他にはパン、はい、まあ、手作りのパンを出したり、あとコーヒーや紅茶を出したりです。あ、パンもあのお店で焼いてらっしゃるんですね。そうですね。うわ、そしたらその焼き上がる時とかめっちゃいい匂いするでしょうね。そうですね。ねえ、わあすごいな。あの、大石さんはこの喫茶店をね、こうオープンしようっていうのはもうずっとこう昔から思ってらっしゃったとか。そうですね。自分の前は考えましたね。あ、そうなんですか。え、じゃあそのお店ね、今昨日オープンということですけど、それまではどう、また違うお仕事？そうなんですね。じゃあ会社勤めをしながらもやっぱりその夢を持ち続けて、そしてオープンに至ったということで、これはでもちょっとその思いも並々ならぬものがあったんじゃないですか？ねえ、あのお店はどんな雰囲気のお店なんですか？そうですか。アンティークな、ちょっと昔のこうヨーロッパの、そこで手作りのケーキやパンをいただけるということですよね。これでもね、ケーキとかパンって、あのどこかで例えば料理教室通ったりとかされたんですか？そうですね、テーマがさんなんですけれども、はい、ルーキッチンといって、パン屋さんに対応したりだとか、はいはい、あとはあの私みたいにカフェを直しておいて、カフェで喫茶店を経営するみたいなね、いろいろパンやケーキの作り方、あと経営のものを、教えていただくことなんですけども、なるほど。でもそういうところに通われて、あの習得されたわけですね。昨日のオープン初日はいかがでしたか？どんな感じでしたか？そうですね、ポツポツとお越しいただいたんですけど、コーヒーがたくさんあるんですけれども、はい、はい、スペシャリティのコーヒーといって、はい、生産からの、宅配に入れまで、徹底的な感じで、品質の感じで、いろいろものされていて。へー、あ、そういうコーヒーがあるんですね。そうですね。あ、じゃあそれをあのお店で取り扱ってらっしゃるんですね。はい。じゃあ安心して美味しいコーヒーをいただけると。ねえ。あの、じゃあ最後に大石さん、どうでしょう。お店これからどういった感じに育っていってほしいなと思いますか？なるほど、わかりました。ね、まだオープンしたばかりでお忙しいと思いますけれども、頑張ってくださいね。はい、今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。失礼いたします。
喫茶店をなさっているという大石修司さんに今日はお話を伺いました。まあ10年間ね、そのお店を持ちたいという夢を温めてこられて、でもちろん現実にね、その学校にも通われていろいろお勉強をなさってのオープンということですからね、わあここまで来たっていうね、きっとそういう思いがたくさんあったんじゃないかなと思います。今まあおしゃれなカフェってね、結構この森口にもたくさんありまして、でもそういうところってね嬉しいですよね。雰囲気ってやっぱり喫茶店って大事じゃないですか。なんか居心地がいいっていうのがね、そういうおしゃれなカフェでこう美味しいねお茶なりお菓子をいただけるっていうのはね、まあ、女性にとっては至福の時だと思います。大石修司さん、お仕事頑張ってくださいね。以上、この時間は森口電話訪問のコーナーでした。時刻は間もなく6時20分になります。